昔は誰もが簡単に写真加工ができる時代ではなかったにもかかわらず、長い間多くの人を信じさせるような説得力のある写真が出回っていた。古今東西様々なユマが報告されているが、そのうちのいくつかはすでに捏造だとわかっているそうだ。ここではフェクと判明した13のユマたちの写真を見ていくことにしよう。2000年にフロリダ州の匿名の女性からサラトガ警察署へ灰色のヒゲを持つ大きな類人猿が写っている写真が計3枚送られた。アメリカ合衆国国立公園局はこの写真がフェイクであることを発表した。これは捏造写真の中で最も有名なものの一つである。水面から顔を出した蛇ではなく、作り物の首がついたおもちゃの船であることが明らかになっている。スイスの地質学者、フランソワ・ドロワは、コロンビア・ベネズエラ国境沿いの探検の際、鳴き声を上げながら糞を投げつけてくる謎の類人猿に遭遇したと語った。科学者らからは、ドロワは、コロンビアに普通に生息するクモザルをエンジンと間違えたのではないかと言われている。この写真はイギリスのある島で撮られたもので、大型の猫らしき生物が森を歩き回っているのが見て取れる。イギリスでは大型猫科動物が捕獲されたこともあるが、すべては近くの動物園から逃げ出してきたものだ。いや、それはそれで怖いかもしれないが、この毛のないジャッカルのように見える謎生物の写真はテキサス州を駆け巡り、多くの人がこれをラチュパカブラ、スペイン語で羊の血を吸うものという意味と呼んだ。だが後にショロと呼ばれる珍しい犬種だったことが判明した。ビッグフットを捉えた最も有名な映像は、実はいたずらであったことが発覚している。パターソンの仲間であるボブ・ヒエロニムスが精巧な着ぐるみを着て写っていただけだったのだ。アメリカでもネッシーと似たようなユマ目撃談があった。しかし、シャンプレイン湖の写真に写っている地点は深さ4メートルしかなく、巨大なモンスターが生息するには浅すぎるということで、この写真は作り物であるということが判明した。アメリカペンシルベニア州のリック・ジェイコブという人物が撮影した子供のビッグフット写真だが、毛が抜け落ちただけのクマだと判明した。ロンドンの映画プロデューサーであるレイ・サンティリは1995年に宇宙人検視解剖の様子が映されているぼやけた白黒映像を公開し大騒動を引き起こした。サンティリは2006年になってようやくこれが作り物であることをカミングアウトした。1868年、ニューヨーク州のカーディフ近くで井戸を掘っていた作業員らが、3メートルもの切下した男を発掘した。後にジョージ・アルという名の男が、非常に手の込んだいたずらとして1年前に埋めたものだと分かった。アフリカのジャングルには、未だに肉食の恐竜が生きているという古い伝えがあった。残念ながらこの写真は作り物で、写真の恐竜らしき生物が発見されたわけではないという。この写真は1965年、オーストラリアで休暇を取っていた家族によって撮影されたもので、巨大な海蛇のような生物だったと言われている。だが写真を見る限り、本物と言い張るにはちょっと厳しそうだ。これは1860年代に作られたと言われている加工写真である。アリゾナの軍人らが翼竜のような生物を撃ち落とし、その死体に足を乗せ勇ましくポーズをとっている。写真のネガは見つからなかったが、この話題は当時のアリゾナ新聞に載ったそうだ。着ぐるみを着て写っていただけだったのだ。アメリカでもネッシーと似たようなユマ目撃談があった。
しかし、シャンプレイン湖の写真に写っている地点は深さ4メートルしかなく、巨大なモンスターが生息するには浅すぎるということで、この写真は作り物であるということが判明した。アメリカペンシルベニア州のリック・ジェイコブという人物が撮影した子供のビッグフット写真だが、毛が抜け落ちただけのクマだと判明した。ロンドンの映画プロデューサーであるレイ・サンティリは1995年に宇宙人検視解剖の様子が映されているぼやけた白黒映像を公開し、ダイソーの猫らしき生物が森を歩き回っているのが見て取れる。イギリスでは大型猫科動物が捕獲されたこともあるが、全ては近くの動物園から逃げ出してきたものだ。いや、それはそれで怖いかもしれないが、この毛のないジャッカルのように見える謎生物の写真はテキサス州を駆け巡り、多くの人がこれをラチュパカブラ、スペイン語で羊の血を吸うものという意味と呼んだ。だが、後にチョロと呼ばれる珍しい犬種だったことが判明した。ビッグフットを捉えた最も有名な映像は、実はいたずらであったことが発覚しているパターソンの仲間であるボブ・ヒエロニムスが成功の昔は誰もが簡単に写真加工ができる時代ではなかったにもかかわらず、長い間多くの人を信じさせるような説得力のある写真が出回っていた。古今東西様々な今が報告されているが、そのうちのいくつかはすでに捏造だと分かっているそうだ。ここではフェイクと判明した13のユマたちの写真を見ていくことにしよう。2000年にフロリダ州の匿名の女性からサラトガ警察署へ、灰色のヒゲを持つ大きな類人猿が写っている写真が計3枚送られた。アメリカ合衆国国立動を引き起こした。サンティリは2006年になってようやくこれが作り物であることをカミングアウトした。1868年、ニューヨーク州のカーディフ近くで井戸を掘っていた作業員らが3メートルもの切下した男を発掘した。後にジョージ・ハルという名の男が非常に手の込んだいたずらとして1年前に埋めたものだと分かった。アフリカのジャングルには未だに肉食の恐竜が生きているという古い言い伝えがあった。残念ながらこの写真は作り物で、写真の恐竜らしき生物が発見されたわけではないという。この写真は、選挙公演局はこの写真がフェイクであることを発表した。これは捏造写真の中で最も有名なものの一つである。水面から顔を出した蛇ではなく、作り物の首がついたおもちゃの船であることが明らかになっている。スイスの地質学者、フランソワ・ドロワは、コロンビア・ベネズエラ国境沿いの探検の際、鳴き声を上げながら糞を投げつけてくる謎の類人猿に遭遇したと語った。科学者らからは、ドロワは、コロンビアに普通に生息するクモザルをエンジンと間違えたのではないかと言われている。この写真はイギリスのある島で撮られたもので、大型